西瀬戸自動車道。西瀬戸自動車道は、本州四国連絡道路の3ルートのうち、西に位置する尾道、今治ルートをなす道路である。広島県尾道市の尾道福山自動車道、国道2号、松永道路西瀬戸尾道インターチェンジを起点とし、向島、因島、幾地島、大見島、博多島、大島などを経て、 愛媛県今治市の今治インターチェンジに至る延長 59.4km の高規格幹線道路国道317号の自動車専用道路である本州四国連絡橋に本州四国連絡道路である西瀬戸自動車道を通しているという形をとっており本州四国連絡高速道路が管理している高速道路等ナンバリング高速道路等路線番号では 尾道福山自動車道、松永道路、今治小松自動車道とともに E76 が割り振られている。略称は西瀬戸道だが西瀬戸自動車道周辺地域振興協議会が公募した愛称である瀬戸内、しまなみ海道、または単にしまなみ海道と呼ばれることが多い。しまなみの故障は本道路の開通後、 広島県東部や愛媛県北部の複数の団体、企業等の名称に用いられている。なお、橋自体の名前は、瀬戸内海大橋であるが、完成記念イベント、瀬戸内海大橋完成記念イベント、島並海道99を最後にほとんど使われなく、なった。海峡部の橋梁として新大の道大橋、因島大橋、幾地橋、たた大橋、大三島橋、博多、 大島大橋、博多橋、大島大橋、来島海峡大橋、来島海峡第一大橋、来島海峡第二大橋、来島海峡第三大,大,大,大橋10本がある。なお、尾道大橋を含めて11本とすることもある。高速道路でありながら、橋には歩行者、自転車、原動機付自転車のみ通行ができる速道、または、 トラス内部の専用路が設けられているが特徴である。総事業費7、464億円。1999年5月1日に全ての橋が完成し、この時点で当該ルートでも船舶に乗らずに、本州四国の行き来が一応可能とはなっていたが、この時点では、陸地島と大島の島内区間、陸地島道路と大島道路相当する区間が未開通だったため、 両島内で混雑が頻発していた。なおこれらの区間は2006年に開通し、現在では自動車専用部のみで西瀬戸の道今治の行き来が可能となっている。ただし、接続する今治小松自動車道の今治、今治湯の裏が2019年現在も未開通のため松山自動車道方面との行き来には一般道を介する必要がある。 サイクリングロードとしての人気が高く、瀬戸内、島並海道サイクリング尾道大会や、スタンプラリーなど、定期的にサイクリングイベントが行われている。国際的な注目も集まってきており、2014年5月には、CNN で、世界で最も素晴らしい自転車道の一つとして、紹介された。尾道福山自動車道、今治小松自動車道を介して、 山陽自動車道福山西インターチェンジと松山自動車道伊予小松ジャンクションを直結する道路だが今治小松自動車道に未開通区間2016年以降開通予定があるため現在は直結していないなお西瀬戸尾道インターチェンジから北野市尾野道 JCT で尾野道自動車道に接続する広域道路の検討区間もある 広島県と愛媛県との間の風光明媚な芸与諸島を島伝いに繋ぐ自動車専用道路であるが自転車歩行者専用道路も併設されているのがもう一つの特徴となっている沿線には観光地も多いが観光だけでなく通勤通学や通院など沿線住民の生活のための道路でもある反面両端都市やその背り地の経済規模や経済力は 京阪神大都市圏などを要する神戸、門ルート、大なると橋、明石海峡大橋に遠く及ばないほか、本州と四国を最短で結ぶという点では、小島、境出ルート、瀬戸大橋に列後する。さらに、ほぼ全線が片側一車線という道路構造も、両ルートに比べると、インフラ面で、ハンディがあり、物流、省流ルートとしては効果を発揮しきれていない。 通行量も低迷している。ただし、個々の橋の規模が、他3ルートに比べると、小さいこと、鉄道などの付属施設も、弱いことから、最も遅くに完成したにもかかわらず、建設費は3、ルートの中で最も安くすだ。総事業費は、着工を遅らせたことによる物価の上昇の影響を、受け、当初の後、850億円より大きく膨らんだが、それでも7。 464億円に止まった。これは、神戸、ナルトルートの半額一家である。なお、鉄道道路併用橋とする構想はこのルートに、関しては、当初から存在しなかった。自動車専用道路橋である新大野道大橋を除き、小道から、来島海峡大橋までのルートには歩行者、自転車、原動機付自転車、125cc 以下の自動二輪車を、 含むの専用道路、広島県道466号向島インノ島、瀬戸自転車道線、愛媛県道325号今治、大三島自転車道線が併設されている。新尾道大橋と並行してかかる尾道大橋を通行することにより、本州、四国間の瀬戸内海を徒歩で渡ることが可能となっている。ただし尾道大橋の歩道は狭く、徒歩。 自転車での安全な通行には向かない。この自転車や原付が通れる、原自動は、生活道路を求める、地元住民の要望によって作られたもので、先に完成した本州四国連絡橋の神戸淡路、鳴門自動車道と瀬戸中央自動車道にはないもので、ある。通行料金は、自転車と原付が9本の橋の合計で500円、歩行者が無料となっている。なお、かつては、 この道大橋も、有料、10円だったが、2013年4月より、無料開放された。橋の出入り口に、料金所、料金箱と通行制限時などに交通を遮断する、遮断機が設置されている。料金の支払いは、通路に設置された、料金箱に直接投入するようになっており、釣り線が出ない。なお、料金箱には係員が常駐しておらず、 監視カメラによる管理がなされている。なお、支払いを免れた場合は、道路整備特別措置法に基づき、免れた金額の3倍の徴収及び30万円以下の罰金を課せられることがある。なお、2014年、平成26年7月19日から2020年3月31日までの期間限定で、自転車、原動着付けを除くの通行料金の無料化を、 実施している。これは、無料化に伴う減収を、地元自治体からなる、しまなみ海道自転車道利用促進協議会が、負担することによって実現され、スポンサー契約や、グッズの物販などによって賄われている。橋梁部だけ、しまなみ海道を利用し、その他の部分は、一般道路を利用する。そのため、各橋を渡るたびに前後に設けられたスロープを、 通行することになる。陸地島道路は、広島県尾道市の陸地島にある自動車、専用道路、全長 6.5km である。道路管理者は、国土交通省。無料区間の両谷インターチェンジが、有料区間と出入りできる、ハーフインターチェンジのため、無料区間のみの通行はできない。西瀬戸自動車道の一部を構成する、この道路の完成によって、 全線約6 0トルが自動車専用道路で結ばれた。大部分が暫定2車線による共用のため対面通行となっているが渋滞することは少ない。大島道路は愛媛県今治市の大島にある自動車専用道路全長約6トルである。道路管理者は国土交通省。無料区間の両にインターチェンジが有料区間と出入りできる。 ハーフインターチェンジのため、無料区間のみの通行はできない。来島海峡大橋の第2、第3大橋の間にある馬島には、島民専用のインターチェンジが設置されているが、島民と救急車と緊急自動車、郵便物周廃自動車等の通行用であり、専用カードを持つ利用者以外は通行できない。インターチェンジには、無人ゲートが設けられている。 徒歩及び自転車では専用エレベーターによって自由に、馬島に入ることができる。本州と四国を結ぶ本州四国連絡橋は、神戸淡路鳴門自動車道、瀬戸中央自動車道と、西瀬戸自動車道があり、本路線は3ルートの中でも最も新しく、建設された道路で、1999年、平成11年に完成した。 島並海道のサービスエリアパーキングエリアには給油施設がないため、給油の際は山陽自動車道福山 SA、小谷サービスエリア、いずれも24時間営業、松山自動車道石槌山サービスエリア、7時から22時。繁忙期は24時間営業や尾道市内、今治市内などのガソリンスタンドを利用する必要が、 西瀬戸尾道インターチェンジから北野市、尾道 JCT に接続する構想がある。24時間交通量、大道路交通センサス、日平均交通量、平成24年度、JB 本市高速日平均交通量が1万5000台を超える区間もあり、大型連休時には上下線とも、向島付近を先頭に渋滞が頻発するが、 現状4車線で強用されているのは次の短い区間に過ぎず、また拡幅計画も進展していない。なお、これ以外の橋は4車線仕様で建設してあるものの、2車線分の見つかり、残りは自転車、歩行者用に用いられている。広島県と愛媛県の間の瀬戸内海を埋め尽くすように、芸与諸島の島々が浮かび、これらを橋で結んでいる。 インターチェンジを降りたところの近くには、大島の気さ山展望公園などをはじめとする、瀬戸内海に浮かぶ島々と橋を眺望するには、良いスポットが点在していることから、見どころも多い観光ルートとなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。